皆さんこんにちは、こんばんは。そしておはようございますの方はおはようございます。中村悠平です。本日は鬼滅の刃作者五峠豊春先生でございます。はい、通称ワニー先生ですね。まあそうきたかってね、思う方がね結構多いと思うんですけど、僕はですね、前からねちょこちょこ言ってるんですけど、実写よりも僕はアニメ二次元派なんですよ。子供の時からですね、どっちかというと、そのね、映画とか、そのドラマっていうよりかは、もう本当にね、漫画アニメで育ってきたんで、やっぱりね、それはね、抜けないですね。で、そしてその中で、やっぱりこのね、鬼滅の刃、見ますよね。はい。まあ、すごかったですからね。興行収益ですか、あれが日本のね、1位に出たっていう時に、やっぱりすごかったんで、見たんですよ。映画の方も。っていう感じで、結構ね、緩やかにそうやってファンになっていくタイプなんですけども、後からがっつり好きになっちゃうんですよ、僕いつも。で、鬼滅の刃もですね、もうやっぱり、ハマりましたね。鬼滅の刃に関しては、なんでそんなに好きなのかなっていうふうに思ったのが、やっぱりね、なんか、温かいんですよね、内容が。そして、これちょっとネタバレになっちゃうんで、見てない人はね、耳塞いでてください。本当にね、エンディングですよね。もう終わり方が、本当になんかね、そこまで本当にね、いろんな漫画を見てきたわけじゃないですけども、珍しいな、今時っていう風に思ったんですね。僕は、皆さん知っての通り、本質、動物占いですね、個性心理学。こちらの本質が僕は猿なんで、もう基本的にまずね、バッドエンド系ダメなんですよ。もうね、見なきゃよかったってちょっと思っちゃうぐらい結構ショックなんですけども、本当にね、この、鬼滅の刃、捉え方はね、人それぞれなんで、結構いろんな人ね、亡くなっちゃうんで、人それぞれですけども、僕の中では、本当にね、心温かくなる、いい漫画だったなっていうふうに、思いました。しかし、そういったね、この、漫画っていうものに対して、この個性心理学がね、どうアプローチできるかなって考えたときに、作者しかいないと思ったんですよ。はい。というわけで、その第1弾ということで、今回、ワニ先生、五峠豊春先生の方を活かせていただきます。今回もですね、僕がこのね、鬼滅の刃、そしてこのワニ先生をですね、思い思いにつらつらと喋っていきますので、相変わらず構成の方はぶっ飛んでおります。なので、今回も、ラジオ感覚、ラジオ形式で、ぜひ何かね、作業でもしながら、楽しんで、聞いていただけたら幸いでございます。この動画、面白いと思った方は、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、そして、コメントの方をよろしくお願いいたします。それでは今回も参りましょう。よろしくお願いいたします。はい。そしてですね、この五峠豊春先生、ワニ先生と言っていきましょう。ワニ先生がですね、どんな人かっていうのは、ネットの方でね、やっぱりこう見ていただけたらいいかなっていうふうに思うんですけど、しかし、あんまりね、そんな言うほどに情報って多くないかなっていうふうに僕は思いました。どっちかっていうと、もう本当に、ファンブックですよね。そういったもの、そしてもちろん、その漫画本編から読み解いていくっていう方が、多かったので、情報としては少ないんですけども、そのね、数少ない情報の中から、僕なりに、はい、僕なりにです、今回もね。はい、この個性心理学で読み解かせて、話させていただきます。ですね、この五峠先生、ワニ先生の動物は、まずこちら。はい、こんな感じの5アニマルでございますけども、これね、初めてなんですよ。今回のこのね、あの人の個性心理学と言われるこの企画の中で、表面と意思決定、これが同一の配列。で、前もね、どっかの動画で喋ったと思うんですけども、どっかの動画って以外動画も増えてきました。よかったらね、ちょこちょこと、見ていってください。その中で喋ったんですけども、表面と意思決定が同じ動物だと、真ん中がどんな動物であったとしても、その表面と意思決定寄りになっていくなっていう、これは僕の、独断と偏見と体験に基づく意見です。なので、僕はそれを、信じているので、それで喋っていきたいと思います。で、そのね、ワニ先生が、それでね、初めてのキャラだったということで、ちょっと面白いなっていうふうに思いました。で、そして僕の最初の印象ですね、最初の印象。それは、超ポジティブ。はい。ね。なんたってチーターですから、もうやっぱりそれを思いましたね。で、そして、本質、希望。で、これも、タヌキで一緒なんですよ。これまで、その葛藤系っていう話をしてきたと思うんですけども、逆ですよね。希望と本質が一緒にことによって、自分のやってること、自分の思っていることに関して、全くもって葛藤がない。僕と一緒です。なんか偉そうになっちゃいました。すいませんね。ですね、なので、そのタヌキっていう性質もやっぱり強いんですよ。で、そういうことで、まず、バッドエンドが描けるタイプではないなっていう風に僕は思いました。この動物で言うと。なんたってなんかね、こう感じたのが、円満って感じなんですよ。この動物の配列で言うと。とても、もちろん、漫画の中でも、苦しいこと多々ありますけども、それで、なんかね、こう、ドロドロいくっていう風には描けないかなっていう風に思いましたね。だからもう、まさに、もう、鬼滅の刃の世界って感じですね。で、あと補足なんですけども、もちろんさっき言った、その表面と意思決定が同じだと、そっちに寄せられるって話もあるんですけども、特に、これもですね、これも僕の、独断と体験と偏見です。なんですけども、特に、タヌキっていう、皆さんご存知ですよね。完全に受け身です、タヌキさん。はい。なので、なんていうんですかね、自分の中でもタヌキさんって受け身なんですよ。だから、その表面と意思決定っていうものに、よりです。引っ張られやすいなっていう感じが僕の中ではしてるんですね。なので、このワニ先生、タヌキっていうよりかは、もうどっちかっていうと、超俊足のタヌキっていう感じですね。もうかなりチーター寄りです。っていう風にして、思っていただけたら、正しいのかなっていう風に、僕は思いました。で、次に思ったことが、これは、鬼滅をね、読み尽くしてる人だったら、おと思ったかもしれないですけど、ワニ先生って、周りのね、こう、スタッフの方から、炭治郎みたいな人っていう風に言われてるんですよ。言われてる。で、そして、炭治郎が、その漫画の中で、たまに動物に描かれますよね。その動物、何かわかりますか？はい。タヌキなんですよ。これは、偶然なんですかね？狙ってるんですかね？その回答はやっぱりね、ネットには載ってなかったんですよ。しかし、もうこれはもう本当にね、この個性侵略、動物占いってものを、知ってる人だけが、楽しむところなんでしょうけど、楽しかったです。で、さっき言った、その炭治郎みたいな人っていう風に言われてますけど、これ、僕は、嘘じゃないなっていう風に思いました。この配列。きっと、炭治郎が、実際にいたとしたら、この配列合ってるんじゃないかなっていう風に、僕は思いましたね。で、このね、キャラ妄想編に関しては、ちょっとね、後で喋ります。後で。で、次に、そのワニ先生が、その、デビューしていく漫画家として、世に多く出てくっていうまでのエピソードってものも、ネットにね、つらつら載ってますけども、やっぱりね、結構、挫折したりとかね、苦労してる時はあるんですよ。で、しかし、そのピンチの時っていうのに、このね、隠れに、コアラいますよね。で、コアラっていうのは、最終的には自分いけるって思ってるタイプなんですよ。で、そして、いけないっていう風に、自分の中で、もうほんと 100% 思ってたら、まずね、手を出さないし、チャレンジなんてしないタイプなんですよ。で、それが隠れにいるっていうのがあるんで、やっぱり、いけるっていう希望がしっかりとあったと思うんですね。このワニ先生っていうのは。で、さらに、表面、そして意思決定っていうのに、超ポジティブ、超ウルトラポジティブなチーターがいるので、なんか、こう、すごいね、ドロドロなんか苦労して、挫折して諦めていくっていうタイプってよりかは、もし辞めるとしたら、サクッて辞めたんだろうなっていうタイプに僕は思いましたね。そういったところで、このね、最後の、ね、隠れに、コーラがいてくれたことによって、今デビューしてるかどうか、それはね、信じるか信じない人はあなた次第っていう感じでございます。次にですね、ワニ先生はですね、自分自身を、もたもた、そして拒絶、そして人見知りっていう風に、これはね、公言されてるんですよ。で、これはどの動物かなって、言いますとですね、タヌキかなっていう風に思うんですね。拒絶っていう言い方が、多分ね、これはちょっと笑いを聞かせてると思うんですけども、人見知りっていうところとかですかね。そっちで言うと、そのタヌキっていうところが、なんとなく当てはまってくるのかなっていう風に思ったんですね。そのもたもたっていうところとかもそうなんですけども、なんですかね、でもね、実際に、これね、そんなことないよって思う人多いと思うんですよ。僕も喋ってって思うんです、これって。しかし、印象でしょうかね、これってね。はい。僕の中の印象として、このね、もたもた拒絶人見知りってところが、なんとなくそのね、タヌキのね、イメージっていうんですかね、当てはまるっていう風に僕の中では思ったんですね。で、そして覚えておいてください。これは、ワニ先生が思う自分の素なんですよ。素の方の自分、プライベートの自分が、このもたもた拒絶人見知りっていう風に言ってるんですね。で、次に、これは旗から見たところですね。で、仕事。で、漫画家にはね、このね、ネームってものがあるんでございますけども、こうね、ネームというものに関して、このワニ先生、ものすごく早いらしいんですよ。もうすぐ早い。仕事がすっごい早いんですね。で、それは今度、仕事の顔ですよね。で、この早いって言ったら皆さんピンときますよね。チーターです。はい。で、これは、前回の、大谷翔平選手、これを説明してる時も思ったんですけども、やっぱり、表面っていうところは、ただ単に、第一印象とか外面って意味じゃなくて、やっぱり、その人の仕事っていう部分に、すごくよく当てはまるなっていう風に思ったんですね。まあ、なので、仕事の時のワニ先生っていうのは、まあ、意思決定もチーターなんで、まあ、かなりチーターキスなんだろうなっていう風に、僕は思いましたね。で、そして、まあ、プライベートっていうのは、まあ、そのタヌキ、まあ、希望もタヌキなんで、まあ、タヌキ寄りになるんじゃないかなっていうふうに思いました。これは、まあ、当たり前って言っちゃ当たり前かもしれませんけど、僕はこう喋っていて、ああ、なるほどなっていうふうに、発見したところでしたね。はい。僕も、まあ、表面はね、象、意思決定は狼っていうふうになるんですけども、まあ、仕事がですね、まあ、まず、群れるのがダメなんですよ、僕。本当にダメなんです。まあ、だからですね、こんなね、一人でね、YouTube 撮影してるわけなんですね。で、映像の仕事の方も、まあ、できたら一人でやりたいっていう風に思っております。それぐらいね、群れるの苦手なんですよ。まあ、しかし、本質は猿なんで、そんなことはないはずなんですけども、やっぱり仕事って思うときに、その象と狼、ここから考えると、やっぱりね、群れるタイプではないんですよね。はい。で、もう一つですね。で、これも、周りの人、編集者の方が言われていることなんですけども、まあ、ワニ先生がですね、まあ、自身の信念を譲らないこともあれば、柔軟に意見を取り入れることもある。まあ、あるあるの話かもしれませんけども、まあ、これもこのね、動物の中にですね、まあ、実によく当てはまるなと思ったんですよ。で、それをチーターで割るか、タヌキで割るかっていう話でもちょっとないんですけども、まあ、自身の信念を譲らない。で、これって、やっぱりね、人志向らしいですよね。人志向って、まあ、これまで喋ってきましたね。本当にね、いい人なんですけども、はい、炭治郎を見て分かりますよね。頑固なんですよ。あれぐらい。ね。石頭なんですよ、実は。ね。ディスってないですよ。はい。なんですけども、特徴です、あくまで。で、まあそういうところが、まあ、ひとしこにありますんで、まあこのタヌキっていう部分と、チーターって、やっぱりこれも話してまいりました。独善性ってやつですね。自分がね、悪いとね、思ってないんですよ。いい意味で、いい意味で。ってことなんで、やっぱりそこら辺もあって、まあそのね、譲らない時もある。で、しかし、このタヌキっていうものは、やっぱりね、受け身なんで、相手の意見っていうものをまずね、吸収はするんですよ。入ってくるのに時間かかるんですけども、はい、吸収する。で、それでいて、まあ、チーターのですね、やっぱりそうかなって思った時の、このね、切り替えの速さ。これもね、チーターのね、いいところなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、なかなかね、そのスイッチを入れる人は限られてはくるんですけども、まあ、それでも、そうね、スイッチ、そうかと思った時に、本当にね、今まではね、間違ってたっていうことで、バチって切り替えることができる。これもね、すごいいいところだと思うんで、まあ、それが見事にね、この編集者の方の言葉に出てるんじゃないかなっていうふうに、僕は思いました。で、ワニ先生をね、語るに最後にですけども、やっぱりね、書いてあるんですね。天然。はい。もうこれは確実にタヌキですよね。はい。タヌキ界でも喋ってまいりました。タヌキさんには、まあそのね、天然というね、大きな特徴があります。で、それが、まあ何に出てたかっていうと、ですね、もうジャンプ、まあこういったね、週刊雑誌っていうのを読んでる人は知ってると思うんですけども、巻末に、その作者の方々のね、コメントがあるんですよ。巻末コメントって言われるものですね。この中で書かれてる、そのワニ先生のコメント、まあそれがね、非常に秀逸なんですよ。で、これはですね、ネットに本当にね、まとめてくれてる人がいますんで、まあそれを見て、ぜひね、笑ってもらえたらいいかなっていうふうに思います。まあ僕の中で非常に面白かったのがですね、このせんべいは一口でいけるなと思って口に入れたらいけなかったって、それで死ぬかと思ったっていうエピソードが僕は一番面白かったです。で、この言葉の言い回し、これもですね、ワニ先生がね、非常に面白い言い回しで書いてありますんで、ぜひ見てみてください。はい、それでは最後に言ってみましょう。個性心理学動物愛内で語るキャラ妄想編でございます。で、ですね、もうこれはもう完全に妄想なんで、もう完全に楽しんで聞いててください。何の根拠もございません。で、ですね、さっきも言いました、マリ先生を、炭治郎みたいな人っていう風に、言われてるんで、さっきも言った通りに、この炭治郎っていうのは、本当にこの配列で、ほぼほぼ合ってるんじゃないかなっていう風に、僕は思いましたね。本当にですね、その、人に温かさですよね。温かさっていうのがもう本当にですね、この炭治郎っていうものに合ってるんで、炭治郎、タヌキ、僕はね、非常にいいんじゃないかなっていうふうに思いました。で、次のキャラクターはですね、善逸。はい。善逸は猿。で、なんで猿かと思ったかというとですね、まず、なんかね、この炭治郎を取り巻くキャラクターの人たちって、なんか炭治郎にこうね、頭が上がってないというか、やっぱりこう、炭治郎の方がこう気持ち、余裕がかなりあるってのもあると思うんですけど、炭治郎がね、やっぱ人志向としての器があるんで、ね、もう勝手に人志向って決めつけてますけど、なので、どっちかっていうとそこにまとまってる組っていうと、やっぱり白志向に当たるのかなっていうふうに思ったんですね。で、その白志向の中、狼、猿、虎、コアラ、この4種類、この4種類の中で、あそこまで、外に自分を、しかもあんだけいろんな自分をさらけ出せる、あれは猿しかいないかなっていう風に僕は思いました。他のね、3種類はね、無理です、あれはね。っていうね、消去法も含めた結果、善逸は猿なんじゃないかなっていう風に思いましたね。はい。で、次に伊之助ですね。僕ね、実は伊之助がね、一番鬼滅の中では好きなんですけども、そのね、伊之助、虎、で、伊之助も僕はね、白志向かなっていう風に思ったんですね。で、その根拠はですね、まず、やっぱり炭治郎にほわほわさせられてるの。これかなりマニアックですか？はい。炭治郎に、ほわほわさせられてるっていうところで、やっぱりね、伊之助も炭治郎には頭が上がらないタイプかなっていう風に思ったんですね。で、そして、善逸にはかなり、バカスカいきますよね。なんか2人って対等っていう印象が僕の中に合うんですよ、立ち位置が。っていうことは、白志向しかいないかなっていうふうに思ったんですね。ああいうふうにガッツンガッツンやれるっていうのは。で、それでまた消去法です。消去で考えつきに、狼、猿、虎、コアラ。この中で、虎。なぜかというと、伊之助ってリーダーシップを取りたがるんですよ。それこそ炭治郎とかでさえ、子分っていう風に、言い切るほどにリーダー気質なんですね。と考えた時に、白志向の中でリーダータイプとなると、虎しかいないかなっていう風に思ったんですね。度量もすごい広いですし、なんか前回のテレビ放送ですね、最後になってしまいましたけども、煉獄さんですね。はい。煉獄さんが亡くなった時も、本当に泣き崩れる炭治郎とかを引っ張って前に進むしかないんだっていう風な感じで、もう本当にね、周りをね、こう引っ張って、で、かつ、こうね、慰めるっていうね、こう愛もあるところで考えると、伊之助虎説、なかなかに合ってんじゃないかなっていう風に僕は思いました。で、次に、禰豆子。ね、なかなかね、これ、最後まで人間味全く出てこないね、なかなかね、かなり分かりづらいと思うんですけども、禰豆子は象。ね、これも本当に妄想を広げたなっていう感じなんですけども、これはね、なんで思ったかと言いますとですね、まず、炭治郎が、なんかね、禰豆子には弱い印象を受けたんですね、僕が。漫画はこれどこのシーンだったかな？禰豆子が炭治郎をね、怒るシーンがあるんですよ。なんでその着物が買えないからって、それを申し訳なく思うのみたいな感じで、なんかそういう風に、とりあえず、禰豆子が炭治郎になんかこう、言いといたシーンがあるんですね。で、そこを見たときに、これは白志向から、人志向の人に言って成立するシーンじゃないなっていう風に僕の中で思ったんですね。なので、大物志向だと僕は禰豆子は思ったんですよ。で、そしてまた消去法に入ります。って考えた時に、ペガサス、チーター、ライオン、ゾウって考えた時に、これだけ禰豆子って人に対してめちゃめちゃ気を使えるし、めちゃめちゃに優しいんですよ。どこまでも甘やかしちゃうタイプなんですね。これも漫画のね、最後に出てくるんですけども、ですね、善逸がですね、もう禰豆子にもう甘えっぱなしのシーンになってくるんですね。で、それを見かねた炭治郎が、もうそんなことしてると、禰豆子は、すごく、いい子だから、いくらでも甘やかしてくれるけど、君を男としては見なくなるよっていう風に、言ったシーンがあるんですけど、すごい面白いんですけども、そういうのもあって、とりあえずね、人に対してものすごく優しいんですよ。って考えた時に、そこまで気を回せるっていう風にできるのは象しかいないかなっていう風に僕の中では思ったんですね。で、そしてもう一歩、禰豆子に関してはちょっと突っ込んでいました。意思決定。禰豆子の意思決定。これはね、僕は羊じゃないかなっていう風に思ったんですね。で、その根拠は、伊之助なんですよ。伊之助が禰豆子に、やっぱりこれもね、すごいね、懐くんですね。懐く。っていうのを見た時にですね、これは、虎と羊、この謎の相性、これはね、もう本当不思議なんですけど、これは僕の本当に体験談なんですけど、羊とね、虎ってね、相性がいいんですよね。で、そして、虎ってさっき言ったすごい度量が大きいんで、すごいリーダー気質なんですけど、羊の前だとね、なんかちょっと猫化が進むというかですね、羊にはね、やっぱりこうね、よしよしされるっていう感覚が僕の中であるんですね。って考えた時に、禰豆子の意思決定っていうのは、その本当に優しさ、さらに禰豆子の優しさ、懐の広さっていうものを広げるっていうのを含めて、羊なんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。でね、これいつまで続くなと思っちゃうかもしれないんで、あと2人だけ喋ります。2人だけ。はい。次は、これからね、始まりますよ。新しいシーズンがアニメでやってまいります。そこで、出てくる主要キャラ、はい、宇髄天元さんですね。はい。この人は、黒豹。はい。もうこれは、もう、まあ、格好ですよね。うん。あんなド派手な忍び、あ、言っちゃいましたね。はい、忍びです、あの人。あんなド派手な忍び、まずいないですよね。ここにだって、こう、キラキラしてましたもんね。なんかキラキラしての下がってたし、ね、そしてここにメイク入ってたし、っていう感じなんで、で、そして、まあ、めちゃくちゃね、あの人、そういうの外しても、まあ、めちゃめちゃにイケメンなんですよ。って考えたときに、まあ、その色男さ、そしてそれを分かっている。そして、あの人は、まあ、そんな感じで、見た目は派手なんですけども、すごいね、身内に対してね、実はね、優しいんですよ。めちゃめちゃにね、愛があるんですよ。で、そして、炭治郎とね、めちゃめちゃね、仲良くなるんですよ。で、タヌキと黒豹っていうのは、これも僕の体験なんですけども、ここもね、なんかね、身内好き同士ですごいね、相性がいいなっていう風に、仲良くなるなっていう風に思ってたんで、まあそういうところが考えて、宇髄天元さん、黒豹、これもね、なかなかにね、イケてるんじゃないかなっていう風に、僕は思っております。そして最後、鬼舞辻無惨。この人は、小鹿。はい。なんか、これはですね、漫画の中で、珠代さんがですね、もうこれ知らない人は聞いたら誰って感じですよね。はい。まあ、無惨にね、鬼にされちゃったね、まあ、悲しい女性がいるんですけども、まあ、その珠代さんが、あのものは、ただの臆病者ですっていうシーンがあるんですね。だから、臆病者なんですよ。で、臆病者って考えたときに、まあ、真っ先にまず浮かんだのが小鹿なんですね。小鹿ってね、基本的に行動はできるんだけど、こう、プルプルしてるっていうね、印象がどうしてもあるんで、まあ、そこ。で、そこから、あとはまあ、逆算的に考えたときに、わかりますか？この、鬼滅の刃好きからすると、もうね、名場面と、あえて言いましょう。鬼舞辻無惨がですね、自分の部下たち、下限の鬼たちに対してですね、とんでもないパワハラをやらかすね、シーンがあるんですけどもね、あれができるのは、本当に小鹿の皆さんすいません。しかし、小鹿しかいないっていう風に僕は思いました。あそこまでね、徹底的にね、自分の意見貫き通して、相手をね、ひん曲げるってことができるのをね、これはね、まあ、小鹿がね、成長しすぎてね、獅子神様になったっていうレベルですけども、まあ、ほんとね、それしかないなっていう風に思ったんで、まあ、本当に、まあ、なんて言ったってね、ほら、自分のね、力生まれてる、まあ、もう部下なんで、もう本当にね、もう自分の内々の内じゃないですか。まあ、なので、あそこまで強気に出るのかなとか思っちゃったんですけども、まあ、そういうのね、ひっくるめて、まあ、本当に申し訳ないですけども、鬼舞辻無惨、小鹿説、こちらもなかなかにイケてると思いますけども、皆さん、どうでしょうか？はい、こんな感じで今回も喋ってまいりました。いかがだったでしょうか？もうなんかね、最後のちょっとね、キャラ妄想編が結構盛り上がっちゃったんで、楽しく喋っちゃいましたけども、ワニ先生、はい、漫画家の方をね、調べるっていうのも、まあ僕の発想にもなかったんで、結構ね、面白かったです。まあ、こういう人から、まあ、ああいったね、こう、名作が生まれるんだなっていう風に、思って、調べてよかったなっていう風に、僕も思いました。リクエストの方もですね、まあ、ありがたいことに、まあ、ちょこちょことね、いただけているんですけども、まあ、できるだけね、いろんなジャンルの人たちを、まずはね、こうね、抑えてやってみたいっていうのもありますんで、ちゃんとやりますよ。やるつもりでいますんで、少々そこら辺ね、お待ちください。今後の更新を楽しみにしてもらえたら非常に嬉しいです。今後ともですね、このね、あの人の個性新薬以外にも、動画更新の方、なんとかね、週2本の更新をね、頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひ応援の方をしてもらえたら嬉しいです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。僕も鬼滅の刃、本編の方はですね、漫画の方で堂々完結しておりますけども、これから始まるアニメ、遊郭編、非常に楽しみにしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。